まず作品が増えたというね、あの当時20本ぐらいのものを今は100何本なわけでしょ。で、それとやっぱりバラエティに富んでるよね。あと、まあ、前衛的な作品も出てるし、娯楽作品もあるし、ということで、僕はその娯楽作品の方を追求していきたいなと思ってる。だから前衛的な作品できる人はそれはそれでね。ただあれはあくまで個人的に一人で、カナダのあれと同じで、一人でコツコツと1年かけた、2年かけたっていう、それは感銘しますけどね、老人と海みたいなのを見ると。あれは企業ではできないし、僕らもできないからね、あれだけど。だそれはそれで頑張ってもらえばいい。ただ全世界にこう、売れるというか商売になるっていうのはもう娯楽作品だからね。それは会社も喜ぶし、作ってるスタッフも喜ぶだろうしね。それでいってほしいなと思います。かなり変化してますね。で、僕は実写でなんだけど、実写で京都の撮影3年半いて、こっちに監督いきなり来たんだけど、その頃は何と100人ぐらいでこう一つの作品やってたんですよ。で、原画がせいぜい20人はいたでしょう。それが今は3人ぐらい出回してるからね、テレビで。で、それは絵が上手くなってきたのもあるんだけど、まあ、教えるという意味の、多くの人間を雇ったっていうのがあるんですけど、やっぱり合理化かなりされてますよね。だからといって、質は前よりはいいと思うんだけど、ただ枚数の書き方は完全に減っちゃってるね。いや、それは両方ともあると思うんだけど、例えば、まあ、宮ちゃんのね、宮崎駿の作ってるみたいな、もう、昔の東映帳ですよね。娯楽作品でね。どうしても、でもそっちの方が、それにクオリティが良ければ、見る客はそっちの方が行っちゃうと思う。で、もう一つ実験的な、広島で、やってるフェスティバルなんかはそれはそれでいいんですけど、ただこういう会社としては成り立たないよね。個人としてはいいと思いますよ。で、僕らはどっちかというと、東映で育った人間だから、娯楽作品どうしても行っちゃいますけどね。まあ、3つぐらいあるんですけど、1つは、まあ、助監督が42人もいて、監督になれたのは年に2回、2人でしょ。そうすると20何年かかっちゃうわけですよ。で、これ大学出てね、これで20何年かかったら大変だなと思ったのが一つと、あとテレビを、もしプロで、アトムを始めて、それと同時に東映もやるんだと。で、だから第1回の狼少年剣ですよね。だからそれはまず手っ取り早いっていうのと、それからもう一つは家庭の、問題で、まあ長男だったし、伊豆にもいるし、東京にもいる、京都だと、どうもうまくないという親父のあれでね、東京へ来いという、まあそのくらいが理由かね。僕はどっちかというと、実写の方にいたかったですね。今でも中島貞はなんかと喋るとね、お前本当は痛かったんだろうと、いや、痛いよと。だけどお前向こう行ってよかったよっていう、それはどういう意味だってなるんですけどね。やっぱり一本ぐらい取りたかったね、監督で。というのは、巨匠連中多かったから、今井さんとか、田坂さんとか、トムさんとかね。それにまあ、錦之介とよくやってたから、どうしても巨匠になっちゃうんですよ。そういう意味から言って、巨匠から取る、勉強した分が多いからね。それはアニメとちょっと違うんでね。やっぱり実写で撮りたかったね、一本ね。失敗したら失敗してもいいからね。映 ったのはね、昭和39年。39年って何年だろう。もう30年経ちますよ。それからすぐ、結局そんなに身についてなくても、まあ、すぐでもないかな。結局、合理化のために韓国甲子園に行ったり、中国甲子園に行ったりしたでしょ。で、その教えた最初のあれが、やっぱりみんなこう今偉くなってるんですよ。で、2、3日前、ソウル大学で教授やってくんないか電話があってて、なんでって言ったら、
今韓流ブームでね、実写は韓流ブームでいいんですけど、アニメがいまいちだと、なら来て教えてくれって言うんだけど、教えるのはねあんまり好きじゃない、うん、やっぱり作ってる方が楽しいからどうしようかなと思ってんだけど。そうだね、3回と半行ったの、最初に教えたんですよ。まあそれは面白いですね、やっぱりそうでも中国でも。で中国なんか旅行でこうアニメ連合で旅行を待った時ね、でうちの東映の社長は中国は汚いからお前行ってこいって言うんで、汚いっていうのは俺は好きじゃないから、トイレからないから、そういう意味のね。それで僕一人、社長連中に混じって僕一人行ったんです。昔はですね、昔はもうスタートの頃は僕はどうしても狼少年合わなくて、そしたら風の藤丸っていうのが来たんでね、これは時代劇だからこれは全部京都の人間を入れ込めって言うんで、それで作っ風の藤丸ってやったんですけど、それからはやっぱどうしてもアクションに行っちゃうんだね。でロボットものもアクション、まあ、ロボットものほとんど僕でしょあれとか、あとマジンガー Z から、だからまあロボットのアクションと時代がちょっと似てるけどね、間の取り方なんか。そういう意味で。で、本当は僕は泣きとか、ああいう方が好きなんだけどね。サリちゃんのなんか僕の一番良かったんじゃないかな。うん。一本しかやらなかったけど。あ、二本か。二本やったよね。ただ僕はギャグは案外ダメなんですよ。うん。なんていうかな。馬鹿らしくなっちゃうんだよね。ギャグやってると。だから劇画調になってってくれて助かって、そうでなかったらもう今頃いないんじゃないですか。映画ですか。いや映画の場合は、まあ、やっぱりある程度キャリアないとね、こう任せられないから、最初に撮ったのは長尾三十七っていうんで、これは僕はあんまり自分では向いてないなと思った。だ長尾三十七になってるんだけど生命期にしちゃったんですよ。間に合わなくて。間に合わないと、それとやっぱり、時間短縮を、1時間半ぐらいあったのが、1時間にさせられちゃってね。で、そういう意味で西部劇、まあその西部劇もアクションだから、その分は助かったんだけど。で、あと人形姫っていうのは、泣きの方だからね。それはやってて、楽しかったし。でもやっぱり、なんかマジンガー Z とかデビルマンみたいな、あれが一番いいなんて、長井豪ちゃんなんか言うんだけどね。オリジナルをやらないとしょうがないんだけど、ここの伝統として雑誌をずっとやってんだよね、石森さんでも松本さんでも。それは稼ぐためには、視聴率取るためにはその方がいいんだけど、本当はオリジナルをやらなきゃいけない。だからテレビでオリジナルは 僕と小松原と辻とやった、それもロボットもんですよね。それだけだね、オリジナルっていうのは。でやっぱりマジンガー Z が当たんなかったから、ほら見たことになるんだけど、でもミヤちゃん見てるとね、やっぱあれだけやってるんだから、こんなうちもオリジナルどんどん進めなきゃいけないんですよ。でもまだなってないね。というの場合はやっぱり友達っていうかね、初め来た時は向こうも分かんないし、こっちも分かんないし、あいつはどういうあれができるのあったけど、慣れちゃえばもう友達みたいなもんで。だから声優でもそうですよ。やっぱり自分の気の合うのをどうしてもつけちゃうのとね、本来で。だから中野さんなんかは81、81って声優でしょ、あそこ、そこの関係で、来たんだと思うんだけど。いや、プロデューサーが一番あれでしょ。プロデューサーに従うべきだし、その中で監督という能力を出していくとかね。で、あんまりでもやって、今は僕は両方やってるんですよ。プロデューサーと、長くやってるとそうなっちゃうけどね。まずね、
ディズニーみたいのは日本作れないですやっぱり。ああいう。それともう一つはテレビで言えば、時間帯がもう子供は子供になってて、だから向こうへ行くと飛行場を降りると、なんで大越知ってんのか知らんけど、だって寄ってきてビデオを持ってきてくれましたかって。だってそういう注文もないし、降りるという「え、なんで？」って言うと、「いや桂のこういうのを欲しいから、じゃあ連絡でもくれれば持ってきたのに」と。で、実際100人ぐらいの、自主上映会みたいなのがあってね、そこで、海賊版を流してたんですよ。僕のやつは、僕のやつは。それは、なんでそんなことやってんのっていうと、結局、午前中子供だけとかね、そういうアメリカの、確かそうですよ。で、日本のは、母国籍だし、展開から全てね、面白いっていうんで、そこの違いが、だから、何もアメリカの真似する必要ないなと思ったんです。ただ、動く、こう、動画のね、動画で、僕はそれはディズニーでは勉強し、ディズニーを勉強したんだけど、そうでないとこはやっぱり日本独自のやつで構わないんじゃないかな。それにはやっぱり、マーちゃん関係、おもちゃ屋さんとかそういう力がかなりありますよね。だからそこをうまくいってるのは、ミヤちゃんの作品は両方うまく撮ってるね。だ僕もあのくらい描ければできたんだけど、絵が描けないからね。自分でこう、リテイク出すの口でこうなんだ、こうなんだってやるでしょ。ね、じゃあ、わーっと描いて、これでやるよって済むわけでしょ。だから本来はアニメーター、作画出身のが監督になった方がいいんだろうね。でも器用すぎてダメなのがいるけどね。だからチャップリンになれば一番いいんですよ。やっぱり、ある程度人生にも幅がないとダメだね。まあ初めの頃はそれはしょうがないけど、それだんだん広がって、で、それから、なんていうかな、子供の心理、大人の心理、そこの部分を勉強してた。ただ自分勝手にこうやってるのいますけどね。で、僕らはどっちって言ったらそうかもわかんないけど。それはだから、受けるとか受けない、受けるとか受けるけど、受けないとか受けない。まあ、ここでこんなこと言っちゃあれだけど、例えば、推しの作品とか、大人の作品、すごくいいんだけど、すごく高度な人間にはいいんだけど、普通ちっちゃいやつも分かんないですよ。だから当たんないよって僕は言うんだよ、そこなんだよ。で、ミヤちゃんだけは絶対当たるっていうのは、僕らどっちかと推しとミヤちゃんの中間ぐらいにいるわけでね。だ、推しはNHK だった、ああいうちっちゃい子の動物の中、あれなんかは良かったからね、それに戻るべきだと思うんだけど、ただ世界的にはそういうマニアがいるわけでしょ。まあ、それは人のことでね、本人次第なんだけど、でも僕はそう思いますよ。僕はやっぱりどうしてもリアルになっちゃうね。だからまあずっと、まあ狼少年の時は嫌だったけど、藤丸はまあまあだなと思う。タイガーマスクの時は嬉しかったね。タイガーマスクの時はもう、プロレス別に好きじゃないんだけど、これはいけるなと思ったのは、タイガーマスクだったね。現に局のあれでは、タイガーマスクが一番褒めてくれたしね。ただ、そうかといってね、これはいけると思うのは、観客的には失敗したし、失敗するし、こんなダメだと思った時に客に入るしね。そういうことあるから、一概には言えないけど、やっぱり自分の好きなやつがこう来た時は嬉しいもんだよ。だから三国志なんか2時間半を3本でしょ？ 4 年かかってて、あれなんかもう全然苦にもなんなかったね。書く方は苦になっただろうけどね。あれだけ何万人の人間を動かすわけだから。でも演出としては楽しかったですよ。選んだ時？これを選んだっていうか、向こうから来たから喜んで飛びついたわけで。だから、まあ、こういうのやりたいなとは思ってたけど、逆に来てくれたから、ああ、そこやりますという話でね。で、こういうのは好きですよ、僕は。で、ある程度リアルじゃないですか。飯場のシーンにしてもね。だから、なんとかな、アニメのあんまりこう、SO、まあ、ヤマトはやってんだけど、あれだって
ドラマがかなりありますよね。だから逆に SF だけっていうのは僕はダメなんだね。やっぱりこう、なんか現実性がないと。まあ、こういう現実性ある、あるのって言われればそれまでが、でもかなりありますよね。どんなやつでも多分置き換えられますけど、受ける受けないから行けばやっぱりアニメ的、アニメにふさわしい題材の方がいいですね。うん、僕は、まあ、これは本社から、あ、東急か、モンレアと 198X 年というのは、アメリカとソ連との第三次世界大戦で、1986年にノスダムスのあれで戦争を起きるというんで作ったんだけど、それがやってたらすごく面白いですよ。アメリカまでロケ行ってね、バンデンバーグがいろんなとこ行って。でも、受けなかったですね。あれに裏で対抗してきたスピルバーグの、何だったっけな。あの自転車空の、何だっけあれ。うん。あれにもコテンパにやられて。だから、作品作りとしては面白かったけど、興行的には全然ダメだった。だから DVD も出ないね、あれな。もう時代的に遅れちゃうから。だから時代的に、何年も通用する方が絶対勝ちですよ。だってみやちゃんなんか先、新作を作ると前やったやつをテレビで放映してくれるわけでしょ。で、煽ってくれるわけでしょ。あれは憧れるね、あのシステムは。それだけ能力なきゃいかんんだろうけど。これはね、中野さんから JCF に来たんだよね。JCF ここで、セザー担当やってたのは辞めて JCF っていう会社作ってたんだけど、のさっき言った北九州の映画作ったちょうど後で飛ぶの子がやってよって言うから、金太郎やんのっていうことになって、金太郎いいなってもうそこはすごく決めちゃって、うん、これどっちかというと実写的でしょ。むしろ実写の方が数少なくてチャチに見えるよね。高橋君がいくらこう一生懸命やっても、これだったら何万、あんな、オートバイ何万でも出せるんだからって。これは結構楽しかった。砂漠のあのラブシーン今でもやりたいんだけど、続けてくんないかねって。これは、ツークールでしょ？だから、放映半年、その前に半年準備が1年だね。これだけどヤクザじゃないよね。ヤクザっぽいけど、本物の京都あたりの、田岡組のあれなんか全然違いますよ。で、ヤクザでもチンピラは、なんかめんどくさいんだけど、上の方は全然違いますよ。うん、僕はあの三代目とは付き合ったけどね。僕は自分で、まだ助監督時代に、京都でね、指切りっていうのを親分が俺やりたいんだって。で、その指切るその儀式が分かんないかと。女は来いよって見せてもらった。うん。で、まあそれは大島渚さんがなんか、なんだ儀式やなんかで、全然違うけど、それらしいことやったんで、これはもうダメだなと思ったんです。これの役座はやっぱり、役座って悪を倒す話だから、まあ、ああいうの役座に見えるのかな。ねえ。僕はヤクザものとは思わないんだけど、この作品はね。これはね、やっぱり元宮さんの方でね、やっぱり原作がしっかりしてるんですよ、そういう意味では。まあ、あの人自衛隊上がりでしょ。だから特にそういうのは激しいんだろうけど、それに視聴者っていうのは読者が感銘して、じゃあこれ作ろう。アニメにしようかって話になったと思うんで。だからその質は元宮さんだね。うん、ただそれを、劇画と違って動かさなきゃなんないか、それをどうしようかというね。それは、それなりの勉強したんですけど、ストーリーはほとんどあの通り。だからむしろ TBS だっけあれ。あ、TBS のあのドラマをいじりすぎてるから逆に僕は文句言いたいんだ、ここは。うん。
いじったら面白くない。わざわざ怒られるかもわからんけど、いじりすぎですよ、あれは。あ、ゲーム会の元宮さん、元宮さんね。元宮さんは、うん、行って、千葉の船橋からあそこまで行って、それで打ち合わせ して、こういう感じでやりますよと。いや、お任せしますと。で、実写のあれ気に食わないんですよ。俺も気に食わねえんだと。うん。でも、まあ予算的にしょうがないから、あれはあれでいいんかな。こっちの、俺のアニメーションの方で、ああ、原作の方でやってくれと。だからこれはこうしまうとアニメだと別に宇宙行ったってどこ行ったっていいわけだから、まあそういうのはないけどね。だけどあの砂漠で石油割れてるところに奥さんが訪ねてきて、あの砂漠の真っ暗なところでさ、セックスでやるんだ、面白いじゃん。宇宙でやれるやつの方が。だそこをやりたいのに、おその前で終わっちゃってるからね。逆に笑うくらいが面白いんですか。それとね、やっぱり役が、やっぱりどうしてもこの漫画、アニメじゃ、原作本の顔から来るイメージとやってる人が合わないんだね。高橋君はやっていいんだけどね。妻は君なんか、なんか合わねえなと。まさき君は合わねえな、あれやってたんだけど。ちょっと最近、親父に似て、まさき君も臭くなってきてるよね。いや、僕、負けは一派だから大丈夫、その辺は大丈夫。うん。僕は槙野さん弟子だからね。うん。あれは、甥っ子でしょ。僕、だから、まあ、それだけ人間、そういう人間いないっていうことは、でも、高橋君はよく合ってるよね。それと、なんか、女を男に、ん?男を女にしたり、こう、してるでしょ。あれ、なんでこれ、こうなんのかなと思った。まあ、変えることを、変えるのもいいんだけど、無理に変える必要もないなと思うのは実写の方だね。うん、ただほら、スケール出すのに金かかりすぎるとか、そういうのはしょうがないけどね。元宮さんには言ったことあるんだね。最初の方だろうね。今の後の方だとみんな自殺してるんじゃないですか。うん。だからこれは、こういうのは今の人は憧れないのかな。僕らもこういうの憧れんね、逆に。まあ、話だからっていうのもあるけどね。でも、痛快じゃない。痛快サラリーマンアニメってプライドだから。だから、いや、後の方自分で悩んで、これでどうにもなんなくて、親にも相談できなくて自殺するみたいな。同じ車で練炭吸って死んだ。あれよりはこっちの方がいいですよ。うん。本当だ、日本人的じゃない？こういうの。まあ、特に現代、ああいう自殺者が若者に増えて頭おかしくなったりする。人漏れ死やする。そういう、それをすんならこういうの。だからこれを受けるんじゃないかなと思う。こういう人間になれないからね、逆に。今、現代のあれは。でも昔こういうのいっぱいいたんですよ。そう、これはね、やっぱり、自分で強引にやっちゃうのもあるけど、そこの、例えば色なら色、まあ、作画はまあ、ほとんど現在の通りですけど、で背景はこういう感じと全部集めて、一つのまあプロジェクトですかね、チームが集めて、じゃあこれで行こうと。で、それだけでもなるので、これで行きますよって、元宮さんなり、TBS なり、AD1 に見せて、それで OK 取って、それをプロデューサーとね、OK 取って、作ってこういう感じで行こうと。例えば、これなんかまだ最初のあれなんですけど、まあ、渋谷の通りですよね。で、本当は僕はここは もっとこう、明るくしたかったんだけど、これ、まあ、結果的にはこれになっちゃったんだけど、だから、こういう現実性と、こういうアクション、まあ、タッチだけどね、背景タッチだけとか。で、これには CG なかったけど、今 CG も多くなってきてるし、それをどう使うかみたいので、その作品の密度、ただ僕は CG はあんまり好きじゃないんですよ。ただ、どうしても、
使うとこは、まあ、別の作品だって悪いけど、大和はこうどうやってもがい書いたもんですが、そう書いてこんなんガクガクしたりするんだけど、今 CG でずーっともうちょっと遅くなんないかなと、こうあれを細工してゆっくりいくでしょ。ああいう意味なんては CG 好きですけど、そうじゃない、こういうものにはあんまり CG ない方がいい、手書きがいいという、宮ちゃんの作品とは違うんだけど、その手書きの方がいいという意味は同じだね。作品のものは違ってもね、やっぱりアニメだからね、やっぱりアニメーションというか動かしての面白さ、そこに出てくる発想みたいなのをやっぱり追求すべきだと思う。何でもかんでも CG じゃね、もっとやってきた意味がない。選ぶのはまあ大体こういう人間こういう人間、まあ 4,5 人だと並べて、オーディション、シナリオからできたのが掛け合いのオーディションやられて、それでまあプロデューサーはじめみんなで選ぶと。声優に関してはそうだね。音楽もやっぱりそうですよ。ただまあ、TBS は TBS がこの人を使いたいっていうのも、それは聞いて良ければいいですよっていう。で自分から選ぶといろいろありますよ、それは。うん。で、予算の問題もあるし、それから版権もらえるもらえないの問題もあるしね。それはいろいろあるけど、そんなに変わるもんじゃないでしょ。うん。これに、裕次郎使うとかなんか。だから僕がやったアルカディアの裕次郎なんて、全く裕次郎使うあれがないからどれにしようかなって言ったら、裕次郎で行きます。え？なんで？って言ったら、いや、別に出るって言うから。それはいいねって。まあ、一世だからね。ほとんど飛行機なんか乗ったらあれだから。それで出てくれたんだけど。そういう決め方もありますけどね。それはもうもっと上の東京の方から来た話で。三国志なんかも、僕は割と実写の人間使ってるのが多いんですよ。だから渡さんの時も、もう、金之助の友達であれが、金之助ちょっとお前出てくれって言ったら、あ、いいよって言ってたんだけど、例の病気になっちゃって。あと、あれか江守さんかなって言ったら、それもスポンサーの方から渡さんで行くと。それで渡さんになったんですよね。まあいろいろなあれはあるし、その予算の問題もあるし、テレビなんか特に予算の問題あるからね。まあそう。それに合う合わないを入れながら予算にはまるというのは、まあテレビは特にね。インターンの場合はやっぱ AT1 が声優の会社なんで、それ中心にどうしても選んで、あとそれだけ、そこの AT1 だけでいないんで、その声優会社同士のこうあれがあるんで、だから選んでやると、これ使える使えないっていう話から、使えますよっていうんで選ぶ。まあ、こっちのスタッフがね、選ぶ。そうなら、これにしてくださいっていうのもあるし。まあでもね、金太郎のオール、キャストぐらいはね、まあちょっと変わっても他の人でも通用するみたいなことできるんで、そんなには苦労しない。うん。まあ東映だと青に中心とかね、そういうあれがあるでしょ、各プロダクション。だからそういうなんか、まあそこでうまく自分の思うといかないのは変わってしょうがないけど。それが、そのために客は来なかったってのはないからね。逆に実写の人間を使っちゃったためになかなかうまくいかないってのはあるんですよ。まあそれ名前出しちゃったあれだけど、やっぱり全然がなくて本人が可愛さってのそれだけ売れてた女が、私だ他の人にやってくださいみたいなね。で、声優は合わせちゃうでしょ。すごくうまくはないんだけど合わせちゃう。アニメってのはどうしてもそうなっちゃう。だからもう一つ
先取りがありますけどね、あの宮ちゃんが先取っちゃうんですよ、うん、あれが本当は一番。僕はあの人間革命ってやったのは1本目でやったら結局こっちのタイミングが早すぎてダメなんですよ。ほんともう役者の方はこうついてこれなくて、これプレスコンしようって、それから10年かかったからね、あれ1本目はやって2本目から全部先に、な主なとこはね先、あれはもう実写的。ただ三国志の時やっぱりそれをやりかけてプレスコンしようって言ったら、あの監修やったまさゆうちゃんの監督がね、いやあのアニメはいいんだよ、それでやれよって言ったらやったんだよね。ただこう行動みたいなところで人間書くみたいな演説物じゃないですか、それを1ページぐらい喋るとかね、あれを自分の勘でこうチーと何十枚もこうやるよりはね、あの先に入れてスポッティングして全部合わせた方が全然いい。後でこういじる必要ないからね。これはでもここは声優さんの会社だから多分そこからほとんど出してる。これでしょ、もう続けていってほしいね。なんかこれ BS だったでしょ、僕は BS なかったらもっと視聴率上がったと思うな、うん、で TBS っていうのはね、こんなこと言っちゃうけど割と漫画よりはドラマなんだよね。だから僕らも最初やキックの鬼ってのあった、沢村のあれがね、あの当時で、まああの当時は割とみんな視聴率良かったけど 21% ぐらいかな。それをここまだ組合うるさくて3本以上やっちゃダメだったので4本ぐらいやってたよ。じゃあどれをやめるかって、キックの鬼をやめちゃったんだよ。そしたら TBS で怒っちゃってね、だから今度作品なくなっちゃって2本ぐらいしかない時あったんですよ。それで竜への道ってこの石森さんのやつを僕パイロットで作って5本ぐらい作って、それで、あ、これならいい、これやろうってことになったんだけど、でそれはパイロットだからロンドンフィルハーモニーは使うし、なベルギーは使うし、でやっちゃったの別のやつ で僕は その後あれにあの劇場に行っちゃって、それを継がなかったんだけどね、原始少年リュウってなって、それはやっぱり視聴率いかなかったね。それぐらいじゃないかな、まあこの金太郎は通りじゃないけど、やっぱりどうしても CX みたいな、漫画は CX、ドラマは TBS になっちゃうね。白い巨塔は TBS だっけ？あ、CX か、あれ。あ、砂の器か。やっぱり、うまいですよ、TBS は、ドラマは。でももう、アニメーションも割とそうなってきてるから、もっとやってもいいと思うんだよね。これをだから、地上波でやれば、あ、これを作って地上波っていう話あったけどね、やんないのかな。ただあれでしょう、地上波と BS とは仲悪いでしょ。そんなことないんだから、そんなこと喋っていいかどうか知らんけど、ね、やっぱりプライドがあるからね、両方とも。うん、だと思う。で、はじめはだから、この後地上波なんて言ってたんだよね。これは地上波でやれば受けると思うけどな。だって BS 持ってるのいないんだもん、これやった頃、ほとんど。TBS の BS だからね、僕も BS 見たことない、うん、ただこれはぜひやってほしい、続けてほしいね。スケール感ものすごくあるもん、これから全世界行くわけでしょ。アラビアか、このあの石油風とかなんかいいじゃないですか、すごいあのスケールのあれになるから、あれも一緒のアクションだからね、うん、だから発想は面白いんだよね、この作品は。ね、元宮さん、やらせてください。